はごゆっくりお楽しみください。ザ・スターバックスの新メニューハムクリームチーズカンパーニュマサラダカスタード、あ、マラサラだったっけ、どっちだったっけ、あ、カラメルじゃないけ、ケーキはじゃなくてカラメルのオートミールケーキ、ミックスパフェケーキ、豪華ですね。カフェミスト、スイートミルクコーヒー、カフェオレロール、ワッフルサンド、そしてコーラフラペチーノ、全9品みたいな、なんかコーラって聞くとちょっと、あれと思われたかもしれませんが、やっぱり気になるんですよね。なんか、本物のコーラではないという情報もありますし、それで、やっぱ気になったので飲んでみたいと思います。それでは、チャンネル登録よろしくお願いします。まずはお食事ってことで、石窯カンパーニュからいただきたいと思います。ハム&クリームチーズ、確かに朝食によくある組み合わせですけど、どうなのかな。中身はちょっとハムやチーズ飛び出していて、中からところどころでチーズの白さが見えますね。ではいただきます。スターバックスのコーラはいかがかしら。炭酸が苦手なあなたにも飲める。ええ、結構コーラと聞いて若干不安だったんですけど、スタバのコーラはあれがないので私でも飲むことができます。まあ本来のコーラがお好きな方からするとちょっとがっかりされるかもしれませんが、私は好みですね。それにパンやスイーツもいつもながら美味しいです。豪華なケーキやハム、チーズ、さらにはコクのあるカスタードに、それらとよく合う苦めのラテ、コーヒー、本当にいつも美味しいです。それぞれの詳細はこの後すぐ。ごちそうさまでした。最初に食べた、ちょっと待ってください。最初に食べた石窯カンパーニュは固めのパンの中からうまみの詰まったハムとチーズが入って挟まっていて、噛んだ瞬間にそれらがうわっと広がってきて美味しかった。朝から結構パンチのあるものは食べたい時にいいですね。次に食べたワッフルサンドベーコンエッグチーズ、ワッフルはかなり柔らかめでふんわりしており、ベーコンやのうまみやチーズ、卵のソースというか味、黄身がワッフルに染み込んで噛んだ瞬間にもワッフルの優しい食感とともに強いパンチが飛んできますね。なのでちょっと食感とギャップを感じたい時にいいと思います。そのここで一旦飲み物を入れたカフェミスト、確かに泡は軽いミストのように軽いのですが、それ以外はまあシンプルに苦めなカフェラテといった印象ですね。なのでかなりシンプルなので、ただ味を苦めのカフェラテを飲みたいときにいいと思いました。次はカフェオレロールですね。結構生地がもっちりしていて、噛んだ瞬間に口の中でふんわりとした優しさが出てくるのですが、カフェオレはあまり感じられなかったかな。温めてもらったのですが、温めない方がカフェオレは感じられたかもしれません。です。まあ、生地のもっちり食感を味わえなくなるので、一長一短なのかも、になるかもしれませんけど。続いて、マサラダカスタードクリーム。あれ、こちらは、もうかなり生地が弾力があって、中のカスタードクリームは旨味とコク、甘さがある甘さで美味しかったです。このカスタードクリームでシュークリームを食べるのは、あっといけない。カラメルのオートミールケーキを忘れていました。いいんだろうな。結構オートミールは無味な味、そオートミールそのものは結構味がないっていうのは自分も過去に食べたことでわかるのですが、これも、まあ、例に漏れずと言いますが、オートミール自体は味はそこまでなかった。甘さはかなり控えめなんですけど、カラメルもちょっと量が少ないのか苦味もがあまりなかったですね。ただシンプルにオートミールだけ食べてるような、その上にクリームは乗ってますが、どうかなっていう印象です。まずくはないのですが、わざわざスタバで食べたいかと言われると少し微妙な印象ですね。で、次に
飲み物のクリーミー&スイートミルクコーヒー。本当にコーヒーがかなり甘めで、上にクリームも乗ってますので、なんだろう、いわゆるフロートのような味わいを楽しむことができました。なんだろうな、甘いんだけど、ただ氷があるのでクリームが混ざりにくいのは若干難点です。で、最後に食べたのはミックスパフェケーキ。いろんなものが上に乗っている豪華なケーキですが、ちょっと下に崩さずに食べるので苦労はしますが、どの口に入れるのか、ちょっと話がまとまらないな。中に入れた瞬間にイチゴの甘酸っぱさやマシュマロの弾力、生地、スポンジ生地のしっとり食感など、いろんなものを楽しむことができました。なんか口の中で一人パーティーしたい時にいいですね。そして最後のこちらのコーラフラペチーノ、何でしょうね、炭酸のいわゆるシュワッとする感じはなくて、純粋にコーラの甘さだけを楽しむことができるフラペチーノでした。なので炭酸は苦手だけどコーラが飲みたいというと、隙間の需要に見事に応えた商品だと言えますね。甘めで美味しいので、コーラの味が好きなのであれば飲んでみてほしいです。というわけで今回はフードはミックスパフェケーキがいろんな食感や味を楽しめて一番美味しく、飲み物はコーラフラペチーノが甘くかなり強めの甘さで癒してくれたので、両者を代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。